提唱者のケインズアニマルスピリットは、ケインズが1936年の著作、雇用、利子及び貨幣の一般理論で用いた用語で、経済活動にしばしば見られる主観的で、非合理的な動機や行動を指す。経済活動はデータに基づく、数学的な合理性に則っ,って決定され、実行されることが多いが、現実には、不確実な状況の中で、 感情的な期待にも左右されるものであり、そうした不穏で守備一貫しない心理を、ケインズは、アニマルスピリットと名付け、経済に与える影響を重視した。決起、野心的意欲、動物的な衝動とも訳される。アダム・スミスの、神の見えざる手が、経済の安定性が実現する原理を、古典派経済学の文脈で説明するものならば、ケインズが言う、アニマルスピリットは、 資本主義経済において不安定性が権限する原理を説明するものと言える。ケインズは雇用、利子及び貨幣の一般理論で次のように記した。陶器による不安定性の他にも人間性の特質に基づく不安定性。すなわち我々の積極的活動の大部分は道徳的なものであれ、快楽的なものであれ、あるいは経済的なものであれ。 とにかく数学的期待値のごときに依存するよりは、むしろおのずと湧き上がる楽観に左右されるという事実に起因する不安定性がある。何日も経たなければ結果が出ないことでも積極的になそうとする。その決意のおそらく大部分は、人へに決起と呼ばれる、不活動よりは活動に借り立てる人間本来の衝動の結果として行われるのであって、 数量化されたり特に数量化された確率をかけた過重平均の結果として行われるのではない。アニマルスピリットという言葉は古代ローマの医師ガレノスの著作がその起源として昔から引用されている。ウィリアム・サファイアはこのフレーズの起源について2009年に表したアニマルスピリットという語についてで次のように考察した。ケインズが 経済学会に普及させた、このフレーズには、長い歴史がある。1543年に、バーソロミュートラヘロンは、外科医学に関する書物の翻訳で公開いている。医者たちは、三種の霊気、すなわち、動物霊気、生物霊気、自然霊気があると教えている。動物霊気は脳に宿る。動物と呼ぶのは、それが魂の第一の手段だからであり。 ラテン語のアニームをにあたる、ウィリアム・ウッドは1719年に初めてこれを経済学に沿用した。我が国の対外貿易の増加があらゆるそれらのアニマルスピリットを呼び起こし富の源泉を生じさせたものであり、それによって我々は自らの自由を維持するため何百万ポンドもの大金を費やすことが可能になった。確かにその通りである。 小説からはこの洒落た言い回しを好んだ。ダニエル・デフォーはロビンソン・クルーソーでこう書いた。その驚きは心からのアニマルスピリットを借り立てるものではないかもしれない。ジェーン・オースティンは高慢と偏見でこの言葉を歓喜という意味で使った。彼女は大いなるアニマルスピリットを感じた。小説家のベンジャミン・ディズレイリも1844年にその意味で使った。彼は 大いなるアニマルスピリットと深い優越を感じた。トマス・ホップズは、アニマルスピリットというフレーズを、条件反射的な感情や本能という意味で使い、それは呼吸のような先天的な作用と同様のものだった。社会科学においては、カール・マルクスは、資本論第一巻の1887年の英訳で、アニマルスピリットに言及しており、それは、資本家が、 自らの工場で労働者同士の社会的相互作用と競争心を利用して借り立てるものとして逆に単純作業を繰り返す組み立てライン労働に押し込めることで抑圧するものとして言及される近年の研究によるとアニマルスピリットという言葉はケインズが1905年に学んだ心理学の本で使われておりケインズは人間の本能に関する発展的な理解を 暗示的に生かしたのではないかと見られている。アニマルスピリットは、ビクトリア朝時代末期からエドワード朝時代にかけてダリッジカレッジに通った PG ウッドハウスのようなパブリックスクールの学生が使った遠曲表現だった。ウッドハウスとアーサー・コナン・ドイルは、第一次世界大戦以前のパブリックスクールの学生に愛読されていた。 ドイル自身はケインズが生まれた1883年にアニマルスピリットというフレーズを使っている。彼は読書家だったが本の虫ではなく活動的でたくましい若者だった。アニマルスピリットと快活さに富み同級生から非常に好かれていた。ドイル、銀の王のウッドハウスによる二つの要例は1909年のマイクでこの本は後に来近でのマイクと マイクとスミスの二部に分殺され再刊された。そこで言う、アニマルスピリットとは、何らかの制約に直面して、何であれ、規則の文面を拡大解釈すればよいのだという的をいた助言、意見、忠告に基づいて、精力的かつ慎重に行動するという、権威に対する若々しい態度を意味する。それは、平常な振る舞いとみなされるものに対して暫時できる、 限りの混乱をもたらそうとするものだった。平静さを取り戻すにあたり、叱るべき立場の者から厳しい処罰が下されたり、そのような振る舞いが繰り返されないよう規則が書き直されたりすることもあった。実際のところ、ストーンとロビンソンは大して間違ったことはしていなかった。彼らは、大なり小なりどのパブリックスクールにもいるような、ありふれた、やんちゃだった。 彼らは全く理性にとらわれなかった。彼らは筋骨隆々でアニマルスピリットにあふれていた。彼らは学校生活をただ自分たちのやんちゃを表現する場とみなしていた。ウッドハウス、マイク39章。それであそこであんなことをしでかしたのは一体なぜかね、とダウニング氏は怒鳴った。アニマルスピリットでありますとスミスは答えた。何言い、アニマルスピリットであります。 ウッドハウス、マイク51章ウッドハウスは、校舎の例において、ダウニング氏の驚きを喜劇に仕立てることで、アンチテーゼを用いている。確かに、恩和でオシャレなスミスよりもアニマルスピリットに、感化されなさそうなものはいなかっただろう。ケンブリッジ大学のジョンコーツは、無効水さ、無頓着さ、無謀さといった、どちらかというと非建設的な特質が、 活発さやリーダーシップといった特性と共存するというよく知られた、A、エイドワード長時代のパブリックスクールにあった直感力を肯定している。コーツはこれをホルモンバランスの変動に介している。テストステロンの異常な更新は個人的な成功をもたらすかもしれないが、集団的な過度の攻撃性、自信過剰、群衆行動も起こしかねないものであり、一方で、 コルチゾールの更新は非合理的な非観論とリスク危機を助長する。ありがとうございます。